カポイドに属す三人の男性カポイド女性に特徴的なデンブカポイドは南部アフリカに居住するコイコイ人と三人の二民族を総称した人種概念である。コイ三人種とも呼ばれる。五人種説ではモンゴロイド、コーカソイド、ネグロイド、オーストラロイドと共に人種群の一つに分類されたがコンゴイドと共にネグロイドの二大区分の一つとする場合もある。 近年の研究では、ミトコンドリア DNA を見ると15万年前から9万年前に他の人種から分岐した形跡があるという、初期ホモサピエンスの特徴を残しており、アフリカ最古の人種とも言われる。かつてはアフリカ大陸南部に広く分布していたが、バントゥー人の南下に押され、今日ではナミビアからボツワナ、アンゴラ、南アフリカなど、カラハリ砂漠周辺に居住する。 アフリカの最古の住民であると考えられており、最も古くに分岐した Y 染色体、ハプログループ A 系統が高頻度に見られる。他の南部アフリカの人種と同様に頭髪は縮れており、鼻筋が存在せず、広鼻。肌の色は、高褐色。女性の伝部の脂肪が非常に多い、油尻という特殊な形質を有する。身体的特徴ではないが、 恋ン五族と呼ばれる、吸着音という肺からの古気によらない音素を持った特徴的な言語を共通して話す。男性は狩猟、女性は最終の移動生活を営む。現在は他人種との根血も進んでいる。ありがとうございます。